畠山義忠は、室町時代の守護大名。室町幕府昭番衆、野戸守護。野戸畠山氏二代当主。野戸七尾城主。畠山万行の子。小虹牛。神は、様之助。あは神。修理大部。法名は良、兼領。影響元年に六大将軍。足利義則の元服で、理髪役を務める。と名乗り、国衆の一人に名を連ねている。 翌2年から父に代わって、守護の役割を代行。影響4年に、父が亡くなり、家督を継いだ。影響6年に昇晩州に任じられ、幕閣に参加。翌7年に修理大部に任じられた。しかし、影響12年頃に、この牛が吉忠に先立ち戦没したため、着孫の吉宗を後継者と定めた。下吉年間に出家し、権利を渡合した。京徳3年。 本家であるいとこの畑山持国の光景を、巡り追いの八三郎、正長兄弟とこの吉成が対立したとき、吉忠は吉成に味方して、八三郎の追悼に参戦している。翌4年に、吉宗に家督を譲って隠居、官渉4年に、京都の屋敷で亡くなった。文化に関心が深く、幕府の和歌会に列席、行高し、冷勢ため行小鉄らと交わった。 蹴まり、松原氏語にも関心があり、当時の大名の中でも文化人として知られていた。吉忠の孫には、吉宗の他に、聖国がおり、聖国は、吉成の勇士となっている。ありがとうございます。